皆さんこんにちは。21のテクニックを使って大人女性のマイナス5歳を実現する美容師の青山です。今回は21のテクニックのうちの3つを使ってアナログのイゲソ様をマイナス5歳の印象に変身させてみせます。今回はパーマで3つのテクニックを使ってマイナス5歳を実現させます。ゲスト様、スタイリングがね苦手でもう乾かしっぱなしの外人風ウェーブが大好きなんです。なので毛先をねざっくり手で感じながらカットして、基本的に乾かしっぱなしのスタイリングです。大人女性の方が乾かしっぱなしのパーマに挑戦しようと思うと、条件はやはり毛先がパサパサしてないこと、必ずスタイリング剤をつけて仕上げること、乾かしすぎないこと、ランダムに見えて実は計算したカットがあるんです。なので大人女性の方はこの注意点を守っていただければ、洗いっぱなしのパーマ外人風ウェーブ挑戦できますよ。ぜひ美容師さんと相談して新しいスタイルにトライしてみてはどうでしょうか。仕上げがめちゃくちゃ楽なんで、とっても時短で忙しい方にもぴったりです。今回は美容師青山の3つのテクニックを使ってゲスト様マイナス5歳の印象で外人風ウェーブめちゃくちゃいい感じになりました。それではゲスト様の生の声お聞きください。めちゃくちゃ軽くなった。だいぶ切りました。そうでもないですか。だいぶ切りました。だいぶ切った、結構切りましたね。襟足とかざっくり、なんかあれですね、そんなに切った感もないっていうか、その雰囲気が残ってるから。そうです。いい感じ。